チャオ、あっちゃんです。今日ね、ローソンで見つけた、変わったチョコレート。ボンボンって書いてあるんだけど、チョコレート。はい。これ前に一回ね、こうなんかな、どっかホームセンターで買ったことがあんねん。ホームセンターで持ってて、一回食べたことがあんねんけどね。30円ぐらいってね、確か30円か35円かそんなんぐらい。うん。レシート捨てちゃって分からへんね。はい。で、食べたいと思います。こんなんです。では、いただきます。うん。中はね、ふわっと。ふわっとして、中とろっとしてるね。うん。あ、おいしい。甘い。すごい甘い。ね、なんかふわふわやねんけど、食べたら口の中でとろっと溶けてめっちゃ美味しい。これ、美味しい、満足です。なんか雨でね、台風でね、ちょっと頭痛がしたりするけど、その時チョコレートっていいね、あっちゃんはね、うん、でもチョコレート結構血管収縮するから良くないとか、頭痛には良くないとかよく言われてるんだけど、あっちゃんチョコレート頭痛に合うからいつもね、頭痛したらチョコレート食べるんです。美味しかったです。はい。でね、これのね、他何種類か出てんねん、3種類か4種類か出てんねんけど、また見つけたら買っていきます。うん、ローソンでは2種類しかなかったので、ね、これとこれがね、普通のチョコレート、チョコレートって書いてあるんだけど、もう1種類が何やったっけな、クリーミーチョコレートかな、なんかそんなやつだと思うんだけど、それ買ってあるんで、またそれはいつか食べたいと思います。ではまたね、バイバイ。